い、皆さんこんにちは、ワンダリグリフィジです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗り続きをやっていきたいと思います。で前回はですねキリマンジャロ攻略、まあ、不備不手際も多々あってですねだいぶ時間がかかってしまったということがありましたので、今回はですね北京攻略、これを始めていくんですが、できるだけサクッとスマートに攻略できればいいかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さんお付き合いいただければと思います。では早速始めていきましょう。まずですねすでに北京の方には先行部隊としてジム指揮官機7機を、潜入させてあります。これをうまくね、使っていければいいかなというのと、後続でユニコーン、これを投入していきます。アムロの乗るユニコーン、このアムロのユニコーンの火力が全てと言ってもいいのでね、うまくユニコーンには働いてもらいたいなと思っています。あとブライトはですね一旦この北京の基地侵攻の中には入らず、ワールドマップ上で待機させておいて、この後ですねモビルスーツの数が足りていないので増援で要請を行っています。でワールドマップの中にブライトが入って、北京の基地攻略戦の中にブライトが入ってしまっていると、せっかく要請で、派遣されてきたモビルスーツが戦闘に参加できないという状況になるので、これはゲームの仕様上ですね。なのでブライトは北京の基地攻略戦には入らず、ワールドマップ上で待機で、このブライトのホワイトベースに搭載されるモビルスーツを北京の基地攻略戦に当てていくというふうに考えています。では早速北京基地攻略戦始めていきます。ではまずユニコーンですけども、ユニコーンは前線にガリガリ送っていきましょう。であとはコルベットにね乾燥して移動力を高めたジム指揮官機、これもユニコーンに追従で、一方ペガサスに乗っているガンタンク、ガンキャノン、これそれぞれハヤトとカイが乗ってるんですけども、足が遅いのでペガサスに乗ったままユニコーンを追従します。でユニコーン攻撃力すごくあるんですけど、一方でむちゃくちゃエネルギーの消耗が激しくなるので、ユニコーンのエネルギーが切れたらペガサスですぐ補給できるように、できるだけユニコーンに追従してペガサスを動かしていきたいと思います。でその他でいうとですね、前線に今先行して入っていたジム指揮官機、セイラさん、リュウ、フラウボー、ミライさんが乗っているね、このジム指揮官機もうまく使っていきましょう。間違いないんですけど、ここなんですよ。ここでどんだけ削れるか。ビームマグナムがね強力なんですけど、3機残ったか。格闘で確実に1機仕留められるのって2機残った形ですね。何？グフカスタムがユニコーンのサーベルを受けてもやられないのか。確実に仕留めたと思ったんですが、さあここは防御に徹する、ダメージを受けたくない。ペガサスはいいでしょう。でユニコーンもここはね2機相手だったらできれば温存したいですね。貴重なユニコーンの攻撃はできるだけ温存したいというところですかね。ではガンタンク、ガンキャノン発進させましょう。さてどうしようかな。ここにいるのが邪魔なんだよな。
まあ、1機は変形して制圧しちゃいましょう。で、もう1機コルベットも変形して、どうする？ユニコーンをどこで使うかなんですよね。ユニコーンが攻撃できるのは数としてはもう多くはないからな。ここだな。ここで使おう。ここは乾燥する。で、確実に仕留めたい。セーラさんは一度ペガサスに収納しちゃいましょう。これで どうだ？このターンで倒せなくても次の侵入ターンで制圧できればいいかな。ここだ。ここでどんだけ削れるかなんですよね。目標は3機。できれば4機いってほしい。2機か。もうちょっと当ててほしかったかな。ここに関しては一気も撃破できないか。貴重なユニコーンのエネルギーを使って雑魚を何機か破壊しただけ。さあ、このターンで敵が増援来るよね。アムロはここは確実に敵を仕留めてもらう。竜がちょっとダメージ受けすぎなので一度収納しましょう。さて、どうしようかな。困りましたね。いや、微妙にこの基地の周りが邪魔だよな。破壊しとこう。このターンで無理でもいいので、あ、攻略できなくてもいいのでという意味ですね。いいので一度邪魔な周辺の砲台たちを破壊して回っておきましょうか。未来さんも一度収納して、確実に攻略できるように周りを固めていきましょう。フラウボが仕留められない。ビーム砲台もね、侵入経路上邪魔になるものがあればもう確実に排除しておきましょう。フラウボ残れない。ではね、次のターンに持ち越しになりますが、このまま北京攻略戦続きをやっていきます。さあ、ではアムロのユニコーンが少しまだ残っているので、エネルギーがですね、これをうまく使っていきましょう。で、ここにいるのが邪魔なんだよね。これをどう排除するかだよな。まずは回復してきている人たちを全部出しましょう。その上で攻撃を仕掛ける。欲しいのはここなんですよね。ここが欲しいのでアムロで攻撃を加えるでしょう。で、この事務指揮官機2機はかなりしんどそうなので、
いや、これちょっとしくじったなと思うのが、ブライトをペガサスに乗せてホワイトベースを中に入れておいた方が良かったかなってね、まあちょっともう今更なんですけどね、思いますね。これはちょっと手こずりそうだな。頑張りましょう。味方の増援が動かすのを忘れてしまったな。ドムキャノンがほぼ無傷で残るか。さらに味方はバナージが落とされる。くー、強いな。なんとか残ってくれ。未来さんが落とされたね。ここも残ってほしい。モビルスーツの数が必要になってくるので、1ミリでもいいから残ってほしいんですよね、モビルスーツは。では前回致命的なんですが、動かし忘れていた事務指揮官機にキコレを動かします。でアムロはもう1回攻撃できるんだ。ああ、いや、もうこれ竜は無理だ。戻そう。確実に進軍していくしかないね。もうモビルスーツの数が足りない、本当に足りない。これでどこまで削れるかですね。アムロのユニコーンがここまで頑張ってくれてるんでね。残るか。残るよな。アッグが倒したので、あと敵のモビルスーツ6機。ユニコーンさえエネルギーがあれば、全然叩ける量なんですけどね。反撃ができない。反撃ができないよ。では、原油戦力をうまく使って乗り切りましょう。まずアムロは、もう攻撃できないので、ペガサスに。戻します。で残っているのがこいつらか。確実に仕留めていく。セイラさんももう厳しいよね。セイラさんも一度戻ってもらおう。でハヤトとカイのタンクとキャノン、これはまだまだいけるので、まだまだっていうものの、まあ、余裕ではないですけどね。ジョブジョンどうするかだな。ジョブジョンも攻撃に加わってもらおうか。でいやー、ちょっとここ温存だな。ここザクカイが4、ゾゴクが1、これを仕留められればね、だいぶ形勢的には楽になるのかなという感じはするんですけどね。このターンで終われられるかどうかちょっと微妙だな。そうだよね、ここでね、北京にね、敵が侵入しちゃうので2機。反撃はできない。
反撃はできないよ。ペガサスもなんだかんだでだいぶ減っちゃってるしね。さあここで仕留める。ここで仕留めないと終われない。敵のモビルスーツが5でしょ。これは確実に仕留めたいのでうまく使おう。まずユニコーンを出します。ユニコーンはここで確実に敵の2機を排除する。そのためにタンクとキャノンで援護させましょう。問題はここだ。ここのザク3を仕留めないと意味がないので、どうやってこの人たちを仕留めるかだな。まずピクシーにちょっともったいないけど命令出させて、ピクシーも攻撃に入る。で変形して攻撃、変形して攻撃。コルベットも2機発艦して攻撃終わった方がいいよな。そうだね、ここはちょっと無理してでも出しましょう。で確実に仕留める。これで終われるはずだ。全機撃破できると思います。まずはピクシーが敵3機を確実に仕留めてくれることですね。残られると厄介。厄介だーって言ってたのに残られたか。一機残ったー。ピクシーの攻撃で一機だけ残ったね。これで次のターンで敵基地にこの残ったカスなザクが入ってきちゃうんだよね。これなんだよね。なあ、事務指揮官機が貴重な一機を失った。で6機に膨れ上がるでしょ。ここにも3機いる。ユニコーンは攻撃できる。いや本当に厄介極まりないよな。水中型ガンダムにも命令を出させて、もう確実に行こう。ここで仕留められないと形勢はどんどこ不利になっていくだけなので、これで終わらせる。まずはここでね、相当数が残る。仕留めてくれ。全部かわされてるよ。逆に破壊される。なんたることだ。いやドム強いね。侮れない強さがある。ここもドムとドムキャノン残ったしね。モビルスーツ合計3機が残った形になります。でここでまた次のターンになると敵の増援ですね。ペガサスも動けないからな。もうはい、そしたら
ここでね、侵入できるようになりましたので、準備指揮官機を使って制圧させよう。よし、これで制圧しましたね。敵残存兵力の総当選。ここまでキリマンジャロと北京と2つの拠点を取ってきましたので、この次どこを狙うか、全体マップもね確認しておきましょう。まずはトリトン基地なんですけども、ハワイから敵の大部隊が今進行中ですね。ハワイからこれだけの戦力がやってきているという状態か。これ一度トリトン基地に部隊派遣しておいた方がいいかもしれないな。ここにガンダムがいるね。であとオデッサ周辺もこんな状況ですね。なので、まあ、我々としてはオデッサには入れない状態なので、まあ、トリトン基地を防衛しながらハワイ攻略を狙うか、もしくは思い切ってこのね北米を狙うか、まあ、北米狙うにしてもこのニューヨーク、ニューヨークは無理だと思うので、まあ、取りに行くんだったらこのカリフォルニアですかね。はい、というところでモビルスーツの要請だけ確認しましょう。今ねまともに戦えるモビルスーツがユニコーンしかいないので、モビルスーツとしてここにプロトタイプガンダムを要請しよう。これにバナージを乗せてバナージもしっかり戦ってもらう、まあ、そんなところですかね。はい、というところでね今回北京攻略戦、今回もちょっと結局最初スマートにやろうと思ったんですがもたもたしてしまいましたが、なんとか攻略完了してますので、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。